ですね。ちょっとうまく撮れてないけど、ちょっとメールで載せてみようかなって思ってます。ちょっとね、どうやったらうまく撮れるんでしょうか。そう、練習したんだけど、そうインスタ、そうそうそう、インスタ用で、そうお洋服が映るようにちょっと練習したんですけど、うまく撮れなくてさ、まだちょっと時間かかりそう、お洋服あげるのは。そう、私なかなかさ SNS あまり更新しないのに、なんかさいっぱいありすぎてさ、何更新したらいいか分かんないんだよね。ツイッターはさ、ツイッターと755とかはさ、なんかね、あの写真なくても投稿できるじゃないですか。フォトログとかさ、なんかインスタとかってさ、写真なくちゃさ投稿できないじゃない、難しいよね。オンラインおしゃべり会恥ずかしいから悩んだけど申し込んだよ。なんで？あ？恥ずかしい。なんで恥ずかしいの？普通の握手と変わんないよ。うん。普通の握手と変わんなくないですか？握手の方がさ、恥ずかしくない？どっちかっていうと。だって、オンラインおしゃべり会ってことはさ、この、ショールームみたいなものじゃないですか。ショールームが、まあ、ショールーム、私はもうショールームみたいな感じじゃないですか。でもオンライン、あ、初めてだからっていうのもあるのか。そうでもないな。うん、そうそう。そんな恥ずかしがることじゃないよ。だってね、私だよ。私なんだからさ、いつもの変わらない私なので全然恥ずかしがることないですよ。そうそう、インカメに映る。あー、私もね、最初ショールームやった時とかそうだった。ショールームってさ、自分の顔が映るじゃない。そう、恥ずかしかったけど今そうでもないな。うん、慣れだよね。慣れちゃえばさ、どうってことないけど、うん、ね、そう、慣れだと思う。でも久しぶりに顔合わせると緊張するかも。確かにそれはそうね、それはそうですね。そう、なんかこの iPad 用のスタンドがちょっとなんか幅を取るんですよ。だから iPhone も iPad もこう何できるスタンド、三脚っていうのか、三脚をそう買おうかなって思ってる今。そうすればさ、なんかさ、TikTok とかも撮りやすいのかなって思って。これさ、すごい低いのよ、あのこの iPad も iPhone もこうできるスタンドなんだけど、今すごいなんか寝そべってできる用のなんか下空洞があるやつなんだけど、
そうだから、そう、こういう高さのあるやつがあったらいいなって思って、それちょっと買おうか検討中。そう、 TikTok なかなか投稿してないのよね。投稿しなきゃなとは思ってるんですけど、そう、そうそう、伸びる、そう伸びる三脚、高さにこう調節できる、高さが調節できるやつとかって思ってる。音源は決まってる？音源ね、やりたいなっていう曲はたくさんある。うん、たくさん届くようになって、それでね、あの届いた試しがないので大丈夫です。そうそう、いいな、いいな。あ、今日はねメイクのりがいいの。なんかさ、最近さ肌がさ乾燥してたんだよね。そう、肌荒れもそうですし、乾燥もすごかったから、なんか昼間ももうなんか塗りたくってたの。あのオールインワンジェルなんだけど、そう昼間もこう塗りたくってたら、そう今日ね化粧のりがいいんです。化粧水は変えてないな。そう、おしゃべり会前日でコスプレします。あ、そうなの？私もするよ。メイク配信、でもこの辺がねまだちょっと荒れてるんですよね。ここは治ったけどこの辺だな。うん、今日は肌が綺麗だね。今日は、なるほど、今日はね今日はね、分かったよ、今日はね。そう、マスク嫌だよね、マスク。あ、実際、あ、実際ありがとうございます。今日もみんな面白いね。みんな面白い。今日も私もね、最近ね、その肌荒れに効くお薬をね、市販のなんですけど飲み始めてて、そしたらなんだかんだ良くなってきた。その飲み薬、塗り薬、貼るのをね買ったんですよ。サプリメントじゃない、普通になんか口内炎にも効くやつ、見て口内炎にも効くやつ、 B2B6、 あとなんか入ってた気がする、もう一個。あ、主にこれってことかな。肌荒れ、口内炎、疲れた時のあって、これそう、これは70錠、入ってて1000円ぐらいでした。1回2畳、口内炎もさ、口内炎もさ、なんかさできるんだよね。なんか噛むんだよ、よく噛んじゃうの。そう、噛んじゃうんだよね、よく。だからそうできた時にいいなって思って。やだよね、なんかさ、かゆい歯にさ引っかかってさできない
こういう歯、この歯、この歯わかる？この辺の歯とかさ噛みません？そう、やだよね、痛い、痛いよね。うん、めっちゃ痛い。なんかさ、このなんかさ、薬でもさ、塗り薬ってあるじゃん。なんか実家にねあったの、口内炎の塗り薬って。でも塗ってもさ、口の中だからさ、唾液でどっか行っちゃわない？薬でちょっと分かる人いません？口内炎良くなる人。貼るやつもさ、だって口の中だよ、取れるよすぐ絶対。だからさ、絶対飲み薬の方がいい気がする。うん、あれ口の中で固まんないね。あ、え、あ、分かりすぎる、ありがとう。以心伝心、何、意思疎通なんだこれ。そう、私も大体そう、自然治療、自然治療してる。うん、ひどい時めっちゃ1週間以上治んない時あった。うん、最悪よ。自然治癒か。治癒か。寝たら治る、私もそういう派、寝たら治る。それで私よく怒られるんですよ、寝たら治るって言って治らないよって。マネージャーさんに怒られちゃう。なんかさ、ちょっとさ、ちょっとどっか痛くてもさ、寝たら治るだろうとかさ、風邪ひいてもさ、寝たら治るだろうって思っちゃうタイプなの。なんかそこまでさ、高熱とかさ、なんか熱が出たら病院に行くって感じだったの、安藤家は。そう、だからちょっと咳込んでるとかだったら、市販の薬飲んでちゃんちゃんだったの。そう、寝れば治るっていう考えなのさ、安藤家は。そう、だからそう、病院にはあまり行かない子だったの。そんなに風邪ひいたら、風邪ひいたらっていうか熱が出たらとかだったんですけど、そう、新潟来てこの活動をし始めてから結構病院行くようになりました。でもそんなに最近は行ってない、以前まで皮膚科行ってたんですね。そう、そう、ケチってるわけじゃないんですけど、そう、なんか元がさ、もう寝たら治るっていう考えの人だから。そう、そうなの、皮膚科行ってたんですよ。多分初期から見てくださってる方は分かると思うんですけど、私足にテーピング巻いてた時あったじゃないですか。あれちょっとかぶれを隠すためにやってたんですよ。そう、あれはですね、合宿、研究生の合宿終わった時にすんごい足が痛くて、そう、湿布をねしたんですよ。そう、そしたら湿布してで取って、普通に1週間後ぐらいに普通に出かけてたら足がすごい痒くなっちゃって、そうそうそう、なんか湿布の成分って結構長く効くらしくて、そう、それお風呂入っても全然取れないらしいの、そういうのって。それがなんか日に当たっちゃってかぶれちゃったらしくて、そう、だからね、全然なんかさ、故障したんじゃないかとかさ、そう、ね、全然そういうわけじゃなかったんだよね。でもあの時は本当にね痛かったんだよね。うん、マジで痛かったの。
なんていうの、赤くなってる時、そう赤くなってすごい腫れ上がっちゃったの。それが腫れた時がすっごい痛くて、そうそう公園でアンコールでまだ友達でいましょうをやってた時なんですけど、その時に座る振りが多いじゃないですか。あの時が一番痛かったね。座る振りの時がすっごい痛かったの。マジで痛かった、本当に痛くてうっってなりながらやってたそうそうそう本当に痛かった。うん、そう直すために貼ったつもりなのにさ、そう逆に悪化したんだよねそうそうなの、本当にそう。それで病院行ってみたいな、そう一回調べてで帰りに聞いて、そう病院知らなかったから全然分かんなくて、そう聞いて行って、でそこへ行ってたけどなかなかなんか薬があまり効かなくて、美晴さんがいい病院してるよって言って、そうそれで教えていただいて病院行って、塗り薬と飲み薬を大量に出されましたねそうなんだっけ、なんとか皮膚炎に日光違うな、なんちゃらかんちゃらもう覚えてないんですけど、そうなってたね。うん、今日どんな服着てるの、こんな服こういう洋服です。なんかさ、こういうさもう肌が見えるようなさやつってさ、インナーどうすればいいんだろうって思うよね。女子の方いらっしゃいます？女性の方いらっしゃいませんよね。そう、そうシースルー、今はシースルーって言うんだっけ、こういうの女子いますじゃねえよそうこういうのさ着るときさ、中どうしようって思うよね。そう難しいよね。かわいいこれかわいい、この組み合わせかわいいね。かわいいよマジかわいいそうそう、よっこいしょ。リボンどうなっても普通にこれリボンだよ、これ自分で縛るリボンよ、ほらこうなってるの、こうなってる、なんか襟みたいになってて、そうほらこうなってんだよね。そう、あー待って、本日の英語のお時間になってしまった、どうしよう。ハローこういうのは洗濯ネットに入れて洗濯します。何、あ、あい、なんですって、できたリボン待ってましたじゃないよ、ちかな you become pretty prettier every day、 毎日可愛いねってことかな。 Thank you the、 なんだこれ、なにこれ、知らない知らない、ちょっとお姉ちゃんお姉ちゃんこれなんていうの、なに Yes That's right Thank you Nice ribbon to、 あ、
ありがとう。イエーイ。イエーイ。なんだ、あ、星になっちゃった。このドレスの話をしてる。あ、そうなの、ドレス似合ってるって。本当、ありがとう、嬉しい。洋服ってなんて言うんだ。待って、グーグル、グーグル助けて。す、え、英語。あお、なんて読むかわからない。ちょっと待って。I love clothes。これで、これ通じて。クロースっていうの。通じてる、ありがとう、よかった。読ませる、そう、読めなかった。 That's why you are always pretty。 なぜあなたは毎日可愛いんですかってことかな。オールウェイズって何だったっけ。ミートゥーできちゃった。なんだなんだ、ハンドウィッチかな。3 I like to。 握手会がなんちゃらって言ってる。なんていう、なんていうのこれ。オールウェイズはいつもか。握手会がなんて言ってるのこれ。いつか握手したい。あ、そうなの、頭いいね。なんかさ、すごい思ったの、なんか私ってバカじゃん。私って勉強できないじゃん。でなんかさ、ファンはお尻にいるって言うじゃないですか。だからね、なんかって思ってたのよ。だけど私のファンの方頭いい人ばっかなの。ありがとう、ありがとう、勉強しておいてくれて私のために。あ、なんか流れちゃった。 We love チカナ and NGT48。 Thank you、 ありがとう。ありがとう、嬉しい。You areメイキングアーススマイルトゥー、なんだ、あなた、アースはみんなってことでしょ。スマイルトゥー、なんだ、笑顔です。なんか、なんだ、あなたがなんちゃらこうちゃら、あー、わからね。ちくなちゃんは本気出してないだっけ。そういうことにしとこうか。英語、英語じゃない、勉強は本気出さないタイプ。どや。Yes、 Yeah、 Shake hands。 握手しようね、いつか、いつか握手しましょうって。ちょっと英語で、いつか握手しましょう。 Let's shake hands someday。 どうだ、通じるかな。 Let's shake handsハンドズ、ハンズ、まあいいか、サムデイ、合ってる、イエー、あー、よかったー。これさ、毎日、毎日日課になるよね、きっと。あー、なんか来ちゃった、どう、
We are so な何でしたこれ for that。 これ一番重要なところ読めてないと思うんで、私さ英語のさテストとかさなんかね一番重要なところ読めないんですよね。そうエキサイト、エキサイトって何？なんかさなんとなく読めてもさ意味が分かんなかったりさ、私文の作り方が分からないからさ点が取れないんだよね英語のテストって。初見です、お邪魔してもらいます、どうぞこんな、なんかこんなルームでよければどうぞ。単語帳いりません、ワク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 、どの英語読んでたかは分からなくちゃった。英語以外はどうなの？数学は好き、国語は嫌い、理科も嫌だ、社会もダメ、終わり。You become more、 なんだこれ、なんて読むんだろう、ニコってニコちゃんマイクついてる、なコメントを拾ってくれるの力だけかも、あそうなのかな、ちょっとね。ダメ、やだ、嫌い。体育は好き。体育は好き。体育とそのなんか好きな教科なんですかって聞かれた時は体育と家庭科と昼休みが好きでした。給食は好きってわけじゃなかった、あと道徳とか好きだったかな小学校の時。道徳とかさあったじゃん、総合とかそういう時が好きだった、勉強しない教科が好き。あ、なんて言うんだろう、力なんちゃら for that very well、 なんて言うんだ、あ、お時間です、ありがとう、 I'm sorry my room is time finish、 なんとか通じて。See you again. See you tomorrow. か。タイムアップ。はい。本日も英語のお時間がねありました。No problem. Sorry, sorry. Thank you. ありがとう。ということで、そろそろ終わりにします。ありがとうございました。勉強になりました。こちらこそ本当に勉強になりました。いつも勉強してます。ショールームで、はい。ということで、ありがとうございました。また会いましょう、ショールーム。バイバーイ。またねー。See you! See you tomorrow! Bye bye! Bye bye!